はい、それでは、狩場坂峠の山頂を少し散策したので、また出発したいと思います。さっきのね、狩場坂峠の山頂なんですけれども、ちょっと写真を撮ったんで後で動画に載せると思うんですけれども、ちゃんとトイレがあってですね、多分あの男性用の小と、あと男女兼用の個室が2つあって、ちゃんとなんですね、トイレットペーパーとかもちゃんと完備されていたので、非常にありがたかったです。私もさっきちょっとね、利用させていただきましたけどもね、ちょっとこの山の上の方でね、緊急事態になると困っちゃうんですけども、ちょっとここね、来た時には上にトイレがあるぞって覚えておけばちょっと安心ですよね。はい、じゃあ引き続き下りを進んでいきますけど、さっき山頂とあと下っていくだけですかね、これ。まだまだ続くんじゃないか。とりあえずここはなんか結構安心して走れるかな。でバイクがね、今みたいに結構ね、もう時間がもう10時過ぎたので、結構上がってくるバイクもいるので、ちょっと気をつけないとですね、いろんな人いるんで。こっちの方がね、だんだん上の方なんで、木も少ないっていうか、なんだろう、光当たってるところが多いんで、ちょっと道が明るくなってきてっていいですね。さっきのもうちょっと下の方だと結構日陰が多くて薄暗かったんですけど、山頂から見れたんですけど、同じような景色ですけどね、ずっとこの右側が崖下で、ずっともう景色が広がってますよね。これ山から遥か先の景色まで、すごい街並みまでずっとすごい視界が広い。いいな、このコースも。もうちょっと寒くなってくるとね、なんかもう山に来るのも億劫になっちゃうんですかね、寒すぎて。今の時期だとエアコンも使わないで、ちょっと窓開けて、ね、ちょうどいい気候なので、本当にいいドライブで最高の季節ですよね。秩父はなんかあの日光とかと違って、あの紅葉する木があまり生えてないので、紅葉を見に来るって感じじゃないですよね。普通に針葉樹とかばっかなのかな、これね。一応落ち葉はあるけど、なんか綺麗な、紅葉して綺麗な木は生えてないですよね。うん、まあ、一年中なんかあんまり景色変わんないかもしれないですね。落葉樹も多いんだけどね、なんかこう綺麗に紅葉する木じゃないんだよね。もうちょっとで分かれ道だな。そこを間違うとなんかとんでもないとこ行っちゃうんだよね。お、なんか登ってる。
道が開けてる。足がこうだ。じゃあアタック開始いきます。まだまだこっからか。あー、こっからちょっとなんか表情変わるな。なんか路面に土がいっぱい乗ってて、あー、ここは対向車来たらやべえな。バイクだったらいいけど車来ないでほしい。林道だからね、この一気にヤバさを増した。道幅はね、車1台走れるんだけど、対向車が本当にヤバいね、ここ。まあ飛ばしてくるやつないけど、バイクが怖いな。車は来ないと思うけどねえ、まあ、僕みたいに物好きがこんなとこ入ってきちゃうからね。本当はハイキングの人とかね、バイク、ロードバイクの人もあんま来ないのかな。ハイキングコースですからね。ちょっとあまり迷惑にならないように通りますけど、ゆっくり走ればね、別になんてことないんだけど、ね、本当はね、歩いてくるコースだけど車でズルして走っちゃってるね。景色だけ楽しんで、よいしょ。でもね、この舗装してくれてるんでなんとか走れますね。おー、すげえ。おー、来てるね、来てますね。だんだん荒れてきて、荒々しい表情ちょっとね、こうちょっと車通れる、1台分通れるところだけ道残っててくれるけどね、ちょっと崩れたりとかしたら怖いんだけど、この辺こういうところでね、あの U ターンできずにバックとかも地獄なんだよ、ね、おっと穴。おう段差。大丈夫。擦らない、リップ擦らない。大丈夫。大丈夫。ちょっとね、今のは来てましたね。ちょっともう速度制限とかなしに飛ばす気にならないで、危なすぎ。楽しいな。ちょっとほどほどのこの冒険気分で、探検というか、これちょっと家族連れでね、ファミリーでね、ワンボックスとかできたらね、もう不安いっぱいなんで、ね、これ大丈夫なのとか言われてたからね、ちょっとおすすめできないかな。一人でこっそり来て楽しむルートですかね。あ、ちょっと広いここなんだ。これ景色見ながらゆっくり歩いたらいいんでしょうけどね、歩く趣味はないんだけど。すごいな。おっと、ちょっと線が絡まって、
駐車場内。ちょっとここ通れないんで通らせてもらう。ごめんなさい。グダグダだな。よいしょ。はい、なんとか通過できた。いやー、こっちが県民の森とかのところでなんか施設があるんですね。この辺急に綺麗になってて、県民の森の駐車場とかもあったんでね、ここはもう普通に車来れるみたいですね。ちょっとね、左側なだらかになってるけども、ちょっといきなり舗装面外れた瞬間ちょっとどうなるかわかんないんで、あんまり左寄らないようにします。結構まだここから足学部まで結構距離あるのかな。なんかまだつかないのか、まだ楽しめるって言ったらいいのか、結構すごい結構長大なコースですね、これ。ここはね、人が歩くところなので本当にゆっくり行きましょうね。そうと、はい、H1 の森って何でしょうね。ゆっくり歩くとね、ハイカーさん向けにいろんなね、縦看板とかあるんで、そういうのもね、見ながら行くと楽しいですよね。うん、こっちはね、結構なんか狭いは狭いけど、急にガードレールとかしっかりしだしましたね。今までに比べたら突然なんか心を入れ替えたかのようにと言った瞬間にもうガードレールがていうか崩落してんの。おー、崩落。おー、
通れるから通行止めじゃないよね。危ねえ、崩落してますね。あ、でも車いたからね、通れるから大丈夫でしょう。本当にやばいところは完全通行止めになってるんで、でもあんなのばっかりでね、去年の台風19号とかが被害が一番大きいと思うんですけどね。本当秩父はいろんなところが通行止めになっちゃってね、ちょっと寸断されちゃってるんで、こうぐるっと回って峠をつないでね、ドライブっていうのはなんかやりづらくなってるみたいな。ちょっとあちこちどこが通れるのかっていうのを確認しながら行きたいと思うんですけどね。よいしょ、はい、ちょっと開けたところ来ましたね。で、秩父横線でここ左、ここからなんかまともな道になるんでしょうか。あ、そんなことはない、そんなことはない。相変わらずの道、相変わらず以下の道。ちょっと、あ、ここだけか。ちょっとダートは効いてない。足川久保の駅が見えてきたんで、ちょっと希望の光が見えてきた。あ、やだ、レッカーサービス高田とかってレッカーの看板とか嫌ですね。いや、もう峠でレッカーのお世話にはなりたくない昔ね、1回ね、車この買って2ヶ月ぐらいでやっちゃってね。どこだろう、赤城かな、春菜かな、どっちだったっけな、ね、2月ぐらいかな、行って凍結路でね、やっちゃったんでね、本当に悔やんでも悔やみきれない、ね、もう明け方まで待ってレッカーが来てって、もう、ね、ああいうのはね、もう二度と経験したくない。でそういうのが、ね、苦い経験があるんでね、もっと上手くなんなきゃって、ちょっとドラレコじゃねえやドラテク修行したんですけどね。ドラレコはね、この車つけてないですけどね、最近ね、ちょっとさすがにつけた方がいいのかなってちょっと気がしてきてね。車載とかもね、ドラレコでね、車載撮ってる人もいますもんね。車載動画ね、掲載してる人ね、結構ドラレコすごい綺麗に映ってるんでね、定点でガツッとしてて、ただ視点がね、ちょっと前の方になっちゃったりとか、なんか運転席映んなかったりとかして、ちょっと今一つ僕的にはなんかもうちょっとなんかないかなと思っちゃうんでね。こういうね、車載ドライブ動画撮るついでに使えるんだったらすぐ買っちゃおうかなと思ったんだけど、ちょっと違うかなと思って買うに至ってないんですけどね。あー、今度左側、今度 U 字工が顔を出しましたね、急に。ちょっとおっと、またなんかロープが張ってある。大丈夫、またですね。よいしょ、なんかこのパターン多いですね。このゲートを開けながら進む。